昨日からの個人向け国債についての話題、今日は2回目です。昨日の放送では個人向け国債岡山 PR 大使の相田さんが中国銀行で個人向け国債の基本について教えてもらいました。国が発行しているから安心で、何より元本割れしないということで資産運用初心者でも挑戦しやすいことが分かりました。そうなんですよね、はい、そして今日はステップアップ編ということで、実際に金融機関で個人向け国債を購入する場合の流れなどを相田さんが体験したようです。今時をご覧の皆さん、相田翔吾です。今回も中国銀行さんにお邪魔してまして、個人向け国債について詳しく教えてもらいます。吉原さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回は相田さんに個人向け国債の特徴についてご紹介しましたが、今回はステップアップ編ということで、実際に購入することを想定してより詳しくご紹介したいと思います。まず相田さんに知っていただきたいのは、個人向け国債には金利が固定されている固定型と金利が変動する変動型というものがございます。具体的には半年ごとに金利が変わり、その時々で受け取れる利子が変わる変動金利型の変動10年、そして国債が発行された時点の金利で利子が確定する固定金利型の固定5年、固定3年という3種類あるのです。いずれの場合も年率 0.05% の金利の下限を設定しておりますので、その部分も安心だと思います。年率 0.05% が下限設定されているので、金利がゼロになるということはないんですね。その通りです。次は個人向け国債に充てる資金を決めていきましょう。はい、個人向け国債を含め資産運用に充てる資金の基準としては、現在保有している資産のうち1、日々の生活に必要なお金、2、おおむね10年以内に使い道が決まっているお金、3、当面の間使う予定がないお金の3つに分けたときに、当面の間使う予定がないお金を資産運用に充てるのが一般的だと言われています。それを目安にして資金を設定されるのが良いかと思います。なるほど。でも僕は初心者なので、初めは少額から始めたいなと思うんですが。ご安心ください。個人向け国債は1万円から購入することができます。1万円から購入できるんですね。じゃあ最初は少額で始めて、徐々に購入資金を増やしていくっていうのもありですね。そうですね。さらに資産運用に慣れてくると、個人向け国債も含めていろいろと資金を分けて投資する分散投資をすれば、より安定した資産運用が可能になってきます。ちなみに個人向け国債は中国銀行さん以外でも購入はできるんでしょうか？もちろんです。中国銀行をはじめ、銀行や証券会社、郵便局など身近な金融機関で取り扱っており、どの金融機関で購入いただいても条件は同じですので、ご安心ください。また購入の際には免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類と印鑑、購入代金さえあればいつでも手続き可能です。はあ、意外と手軽に始められるんですね。そうなんです。相場や景気に左右されず、元本割れの心配がない個人向け国債は資産運用の第一歩としては最適です。まずは少額から始められることをお勧めします。中国銀行ではお客様の資産運用についてしっかりとお話しさせていただき、個人向け国債をはじめとしたいろいろな資産運用についてご提案しております。ぜひお近くの中国銀行の窓口でお気軽にご相談ください。吉原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お金がたくさんかかるのかなって最初はそう思ってたんですけど、今の話聞いてると個人の1万円からできるっていうことなので、ちょっともともと興味あったので、さらにちょっと詳しくね、また聞いてみたいなっていう気持ちになりましたね。本当にね、初心者にもぴったりですよね。そうですね。さあ、この機会にね、検討をしてみようという方、個人向け国債に関する詳細はお近くの金融機関にお問い合わせください。また個人向け国債に関する情報は財務省のホームページにも掲載されていますので、そちらもチェックしてみてください。以上、今時ライフでした。